ファールーではコーンスターチから作る薄いベルミチェッリという麺に半冷凍状態のローズシロップをかけて作るイランの冷たい菓子である。ファールーではライムジュースと共に提供されることが多いがピスタチオと共に提供されることもある。ファールーではイランの伝統的なデザートであり隣国のパキスタンにおいても古くから作られている菓子である。ファールーでは イランのシーラーズ発祥の料理であり、イラン国内では、シーラーズファールーデとして、特に有名である。パールーデは、冷たい菓子の初期の形態の一つと言えるものであり、紀元前400年にはすでに存在していた。パールーデという名称は、原理では滑らかであることを意味する。イランでは、ファールーデは、アイスクリームショップで販売されているほか、ファールーデに特化した店舗も存在する。 ファールーデに用いる麺を作る際には薄い米の生地を、ふるいを使って押し出し、極細の繊維状の麺を作り出す。この繊維状の麺はすりおろしたココナッツと形状が似ている。アーモンドとピスタチオを加えた冷たい乳をこの繊維状の麺にかけた後、冷やすことで、ファールーデが完成する。ありがとうございます。